未来は海洋研究開発機構の海洋地球研究船。日本原子力船開発事業団が運航していた原子力船、宇をもとに原子炉を撤去して通常動力船とするとともに最新鋭の海洋観測機器を搭載するなど、ほぼ心臓に近い大規模な改造を加えた。国内では最大、世界的に見ても屈指の有力な海洋調査船となっている。 1950年代後半、欧米では民間用原子力船の建造が試みられており、サバンナなどが建造された。これを受けて、日本の原子力委員会でも原子力船専門部会の検討を経て、1963年より総トン数6000トンの海洋観測船の建造に着手した。しかし、この基本設計では、見積もり金額が予定額に見合わず、 入札に応じる企業がなかったことから、貨物層の拡大、海洋観測設備の廃止などの解説計が行われ、総トン数8000トンの特殊貨物船に変更された。これによって建造されたのが、ツであり、世界で4番目の民間用原子力船として1969年6月12日に浸水した。しかし試験運転中に放射線漏れを生じたことから、母校であった。 大港港への気候反対運動が起きるなど、逆風が強くなっていた。また先行する他国の原子力船と同様、当初の想定よりも、点検費用などの運用コストがかさむことが判明したこともあって、1991年2月14日に、春行はしたものの、政府としてはすでに解約の方針を固めていた。は1992年1月に原子炉を停止。 6月からは解約工事が始まった。海洋科学技術センターは1971年に創設されて以降、主として深海調査に重点を置いてきた。しかし1982年から1983年にかけて20世紀最大規模のエルニーニョ現象による世界規模の農業被害が発生し、著名な芸能人を結集した。 USA f アフリカなどの支援活動が行われるなど、1980年代には気候変動への関心が次第に高まりつつあった。そして1987年から1988年にかけて比較的小規模なエルニーニョ現象が発生したことから、ジャムステックは急遽、深海潜水調査船支援母船、夏島を投入し、気象庁と合同で、 日本初のエルニーニョ観測、ジェクス八十8 7 8 8を実施した。赤道太平洋の東側は米国等の観測により比較的データが豊富であったが、西側はあまり観測されておらず、ジェクス八十8 7 8 8はそのデータ不足を埋めるものとして世界的にも評価された。しかし、ックス八十七で用いられた夏島は深海潜水調査船。 深海2000の支援母船でもあるため、継続的に気候変動調査に投入することは困難であった。また、継続的な観測のため、太平洋に低知識の海洋観測部位ネットワークを構築することが計画されていたが、このためには大型の母船が必要であった。そして、蒸気の経緯により、陸の基本設計には海洋観測船としての要素も色濃く残っていた。 これらの情勢が複合的に作用した結果、1993年の海洋開発審議回答審により、ムツは原子炉を撤去した後、ジャムステックに移管されて、海洋観測船として改装・再建造されることになった。これによって建造されたのが元船である。原子炉撤去の際に、船体は中央でに分割され、全部船体は、 むつの建造造船所である石川島張真重工業、東京第一工場で、後部船体は、三菱重工業下関造船所に開港された。前部船体は、むつの面影が残るよう配慮されており、船名についても、新船名、未来の下に、浮き彫りのように、むつと残されている。一方、後部船体は心臓といえるレベルの大規模な改造が、行われており、 甲板や原則には溶接跡が見て取れる。本船の計画当時、ジャムステックを含めて、国内最大の調査船は4,439トンの潜水調査船支援母船、横須賀であり、8000トン級の元船は、国内は元より、世界的に見ても、屈指の大型調査船であった。従来の調査船は、 海面作業の瓶を考えて観測甲板の還元を極力低くするよう配慮してきたが本線では船体の大きさも考えてあえて還元を高く取り波の打ち込みを減らす方向に転換しているその代わりに A フレームクレーンやギャロースなどの投入、揚集装置を充実させることで補っている海洋調査船においては観測活動への影響を抑えるため 船体の振動低減が求められる。本船の場合、低速航行ないし漂白状態で、横揺れ固有周期から大きく離れる10秒以下の波の中での海面作業が重視されたことから、既存のフィンスタビライザーや原用タンクは不適当と考えられ、ハイブリッド式減揺ら装置が開発、装備された。これは100トンの重水を電動モーターと振り子運動の 組み合わせで駆動するもので、観測機器のハンドリングを行うーステート4から5で、最も原油ら効果を上げることを優先している。なお本線は、砕氷線ではないものの、水線付近は最高クラスの対抗構造となっており、下記の北極海域への航行も想定されている。本線の指揮官は、通常航行時は、ディーゼルエンジンに推進機を直結して構想し、 静音性が必要になる観測作業時には、ディーゼルエレクトリック方式で構想するという、コットラード方式が採用された。一方、推進電動機への給電は、船内サービス用の発電機から行われており、統合電気推進としての性格もある。整備面の配慮から、主機関と主発電機は、同機種とされており、4サイクルディーゼルエンジンが、主機関として4機。 主発電機として2機搭載された。観測機器への悪影響を避けるため、主機関と発電機関にはコニカル型防振ゴムによる水平2段防振指示、減速機にも同一段防振指示が行われている。主機関は2機ずつの出力を減速機でまとめて一軸の推進機を駆動するコダット、方式とされており、両弦の軸機に1セットずつが配された。 回転数を一定に保ち、推進機の可変ピッチプロペラの翼角による制御を行っている。一方、電気推進時には、推進機の翼角は一定として、同期電動機に対する可変電圧可変周波数制御を行っている。電源としては、これらの主発電機のほかに、補助発電機1機、主機駆動発電機2機が搭載された。線形は大きいものの、 2枚の火事の他に2軸の可変ピッチプロペラ3機のサイドスラスターにより優れた操船性能を発揮できる。操船装置はジョイスティック式である。本船は地圏水圏大気圏の全領域を総合的に観測できる汎用調査船となっている。研究区画の総床面積は約510平方メートルに及び16の 研究室及び観測室に区分されている。また、公開情報及び観測データを共有するためのイーサネットも整備されている。海底の地形、地層データについては、依然として未知の部分が多く残されている。このことからジャムステックでは、本線と並行して建造が進められていた海嶺等体にして、未来は高位度高天海域を海嶺へは、 海溝域を中心として分担して観測を進めることを構想した。このため船底には海嶺と同型の C ビーム2112.004マルチビーム音響促進機が搭載された。これは周波数 12kHz、2度2度のナロービームを151本生成して水深1万1000メートルまでの海底地形を即座に等身線図として作図することができたその後、 2014年には、やはり、海例などと補調を合わせて、C ビーム3012への更新が行われた。これは、相波ビームフォーミングによって送信ビームの安定化を図るというスエプトビーム機能を付与するとともに、ビーム数も301ビームに倍増、スは素幅も拡大されている。蒸気の経緯より、地質、地層調査用の装備も海嶺と共通化されている。 蒸気の CBM2112.004 型マルチビーム音響促進機にはサブシステムとして地層探査装置が搭載されていた。これは規則的に 4kHz の音波を発信して海底下数十メートルの海底表層付近の地層を得るものであった。その後 CBM3012 への更新に伴ってこの機能が削除されたことから単体の専用機として バシー2010が導入された。資料採取用としては20メートルのピストンコアサンプラーが搭載されており、その分析のためのウェットラボや X 線出なども整備されている。蒸気の経緯より海洋観測部位のハンドリングは本線の主任部の一つとされている。高天時にも安全、迅速に部位の投入、回収作業を行えるよう、要、線備艦に A フレームクレーン、 無限中央にギャロースが設置されている。これらの配置にあたっては模型での機能確認や水槽での部位の挙動試験が重ねられた。また船内における重量物の運搬作業は全て機械化されている。ジャムステックでは太平洋赤道域の西部にトリトン部位と称される海洋観測部位ネットワークを構築しており、アメリカ海洋大気庁が構築したタオ計画と連携して、 たをトリトンアレイと称されている。船体中央部にはドップラーレーダーを収容した大型のレドームが設置されている。周波数は c バンド、送信機はマグネトロンで、送信戦闘電力2 5 0ット、アンテナ計は3メートル、ビーム幅1.4度であった。ドップラーレーダーは気象レーダーとしては一般的であるが、白菜化は世界的に見ても珍しく、 他には、ベイノアが、ロナルド・エイーチ・ブラウンを運用しているのみであった。2014年には、レーダーの更新が行われ、周波数は変わらず C バンドであるが、送信機が半導体組織化されたフェーズドアレイレーダーとなり、アンテナ径も4メートルに大型化された。またこの他、ラジオゾンでも常設設備として搭載されており、海面高度20キロメートル付近までの大気の、 観測も行われている。1九9五年六月、陸は青森県陸市の関根浜港で陸揚げされて原子力核を撤去し、原子力船としての任務を解かれた後、認可法人海洋科学技術センターに譲渡された。船体はバージにの世界上を輸送され、全部船体は陸の建造造船所である石川島張間重工業、東京第一工場で、後部船体は 三菱重工業下関造船所で約200億円の費用をかけて改造され1996年7月に東京第一工場まで会場輸送され全部船体と結合されて8月21日に27年ぶりの浸水式が行われ未来と命名された技術者の苦労は大変なものでそれぞれの会社の社外費までも互いに公開し合って作り上げた 翌1997年4月より6時にわたる海上主運転が行われた後9月29日に完成しジャムステックに引き渡された2003年から2004年にはジャムステック創立30周年記念事業としてビーグル2003が行われたこれは南半球中井戸域で大気圏、水圏、地圏の全領域にわたる多角的な海洋観測を 行いつつ、約200日で、太平洋、大西洋、インド洋を一気に横断するという、海洋観測史に残る、大規模観測であり、世界の研究者を共担させた。2011年3月末、福島第一原子力発電所事故による海洋汚染を調べるため、福島県沖に派遣され、海水を採取した。2015年に、ジャムステックが、国立極地研究所、 北海道大学などと始めた北極域研究推進プロジェクトに参加し、2016年以降、開票が大幅に減る夏場に北極海へ調査公開を実施している。北極海入りは2018年までに16回を数え、その他の海域を含めて年間250から300日程度は公開を行っている。文部科学省は、 本線の後継線として、採標技能を有する北極観測線を建造する方針を表明。2018年度の概算要求に関連経費3億円が盛り込まれた。2018年度から5年間をかけて、設計、建造が行われる予定で、後継線の収益後、本線は引退する方針で検討されている。ありがとうございます。